はい、どうもこんにちは。今回はですね、数値型についてより、詳しく見ていきたいと思います。はい、数値型はですね、前回、イント型、フロート型、ダブル型を紹介しましたが、まあ、基本的にはこの3つを押さえておけばいいと思います。で、整数型ですね、の代表的なものが、はい、整数型の代表的なものが、イント型、それから小数型ですね、の、代表的なものがフロート型とダブル型でした。で、フロート型、ダブル型、どちらも、小数を、表す型なんですが、こちらのダブル型の方が、精度が高い、性質というですね、精度が高い、型になっています。はい、ですね、これからこれらの型について、少し詳しく見ていきます。はい、ですね、まず、整数型についてお話をしていきます。まずリテラルですね、リテラルについて、解説をすると、はい、よくですね、プログラミングの世界では、リテラルという言葉を使います。リテラルというのは、まあ主にですね、このソース、まあ、ここに書きましたが、ソースコード上に直接記入された値、まあ、またはですね、その、まあ、こういった型に関して言うときはその規則を言ったりします。で、整数型のですね、規則で言うと、まあ、単に数字を並べる。で、負の数を表したいときは先頭にハイフンをつけるという規則になっています。で、まあ、ここをですね、厳密にはですね、このハイフンというのは、単項演算子と呼ばれる、まあ、演算子の一種です。演算子についてはですね、この後の、動画で解説をしますが、まあ、厳密にはですね、これ、単項演算子なので、ね、このリテラルに入ってはいないんですが、まあ、小学者の方はこのように押さえておくと、いいと思います。はい、でここからですね、早速ですね、このリテラルの、まあ、これだけだとよくわからないと思うので、例を示していきたいと思います。はい、まあ、ここまでですね、これだけ言った、この2つの規則からすると、まあ、例えば100であれば100を並べたものが100、それからマイナス36であればハイフンをつけて36ですね。それからですね、スイフトではですね、まあ、非常に大きな数を書きたいときね、我々が普段ですね、お金の計算で使うときも、大きな額になると、まあ、3桁ごとないし4桁ごとにカンマを打ちますが、それと同じようにですね、アンダーバーを使って、数字のですね、これらの、数字を並べたものというのを区切ることができます。はい、まあ、ここに書きましたが、まあ、これプラスアルファでですね、まあ、例えば大きな数は、まあ、大きな数でなくても、自由に使えるんですが、数の表記中でアンダーバーを使って、ですね、あの数の、カンマの役割を果たすことができるという、規則があります。で、ですね、まあ、これを使った例を示しますが、はい、例えばですね、1億という数字を扱いたいとき、この100アンダーバー000アンダーバー000というふうに、まあ、アンダーバーを作って区切ることができます。この場所ですね、別にどこでも構いません。まあ、一般的にですね、3桁で区切ったり4桁で区切ったりすることが一般的なので、このように、形で書いていますが、特にですね、アンダーバーを使う場所とかに規則はないので、自由に使っていただいて大丈夫です。でですね、代表的な整数型、前回イント型というふうに紹介をしたんですけれども、実は U イントというものも、存在しています。ですね、イント型については、はい、イント型はですね、政府の数を扱えるのに対して U イントというのはですね、先頭に符号を持たない、型になっています。非符、まあですね、まあ、0か、まあ、プラスの値のみを、表す型として用意されています。はい、でですね、特徴としましては、こちらですね、政府の、プラスのですね、符号、プラスマイナスの符号で、
中身のですね、データの一部を使ってしまっているので、扱える数、絶対値としては、こちらの方が大きいです。どれだけ大きいかというと2倍違います。はい、まあですね、まあ今、そこの具体的な値まで、踏み込まないので、試したい方はですね、これをですね、プリントしてみてください。で、まあ、整数型ですね、イント型なので、例えばですね、変数とか、定数とかを定義する際は、はい、まあ、宣言の方法ですね、は、このような感じで、バーレット。の後に変数の名前をつけて、その型名ですね。まあ今、イント型と、U イント型。別に、これですね、定数と変数と定数で、定数は U イントじゃなきゃいけないとか、そういうことは全くないです。ここは自由です。イコール、まあ値という形で書くのが一般的です。ここからですね、型推論を使うこともできて、例えばこれですね、バー C イコールマイナス10というふうにすると、これ C はイント型になります。まあ、プラスでも同じです。はい、型推論を使うとですね、ここの、型名の、明示が不要となります。はい、例えばバー C イコールマイナス10とすると、C という変数を作って、この変数にマイナス10という値が代入されます。が、ですね、この時に、C というのはイント型として判定されます。まあ、こちらの、バー D も同様です。はい、でまあ、今バーで書いてますが、これをレッドにしても同じです。はい、続いて、小数について紹介していきます。はい、小数ですね。今まで、簡単のためにですね、小数というふうに単位に言ってきたんですけれども、実はですね、プログラミング言語では、この小数の、を表す方のことをですね、不動小数点数型、ちょっと長いですが、のように、呼びます。で、リテラルについてですが、まあ、もう何度か扱ってきているので、お分かりの方は多いと思いますが、例えばですね、3.14、まあ、マイナス 2.718 と。まあ、この数の並びのどこかでまあ点を入れるとこれが小数点というふうに認識されます。はい。ですね。今までですね、この、フロート型、ダブル型というふうに、単に呼んできたんですけれども、まあ、これ日本語的にはですね、単精度不動小数点数型。ダブル型は倍精度不動小数点数型というふうに呼ばれます。で、これらですね、まあ、ここに単精度、倍精度と書いてあるように、ダブル型の方がですね、精度が倍になっています。はい。で、これですね、例えば、まあ、フロート型を指定したいときは、レッド F、フロート、イコール 3.14。それから、ダブル型を指定したいときは、バー D、このダブル、イコール 2.718 というふうに、定数や変数を宣言してあげると、このようにですね、フロート型を割り付ける、それからダブル型を割り付けることができます。そしてですね、以前も、前回のですね、データ型の動画でも紹介しましたが、型推論を使うとですね、ダブル型がデフォルトで採用されるようになっています。はい、このようにですね、バー num イコール 3.14 というふうにすると、この num という変数はダブル型になります。はい、それからですね、非常に大きな数、例えば10の100乗とかって、そこはちょっといけないかもしれない。いけるのかな。309乗ぐらいまでいけたかな。例えばですね、10の10乗とか、そういった数を表したいときはですね、まあ、小文字の E、ないし大文字の E を使って、表します。はい、例えばですね、このように X コード上で表記をすると、例えば 1E5、1E5、まあ、これともにですね、1、10、
100、1000、まあ、10万ですね。10万を表します。それから 1.23、E3 というふうにすると1230、それから 1E-3 というふうにするとこれ、ですね、10の3乗分の1になるので 0.001 を表します。このようにですね、大きな数またはですね、これちょっと足しておきますかね、小さな数、まあ、とても大きな数、とても小さな数を扱うときに非常に便利なのがこの方法です。まあ、なかなかですね、普段のプログラミングで使う機会というのはないんですけれども、まあ、覚えておいて損はないと思います。はい、ここまでの内容でですね、軽く X コードを触っていきたいと思います。今までの内容を振り返ってみたいと思います。準備できていない方はですね、ここで一旦動画を止めて X コードを開いてください。Windows の方はですね、オンラインスイフトプレイグラウンドを開いてください。はい、まずですね、最初整数型をやってきました。はい、整数型代表的なもの、イント型ですね、それから uint をご紹介しました。で、整数型を扱うためのですね、直接的に値を扱うための、リテラルについても勉強しました。はい、で例えばですね、よいしょ、例としまして、まあ、10とか、マイナス30とかですね。あとは、大きな数の時ですね、はい、このようにアンダーバーで、値をですね、区切ることができました。はい、ではですね、まずイント型の、変数を、宣言してみましょう。はい、このようにですね、バー A コロンイントイコール100というふうにすると、イント型の変数 A を作って100を代入、するという命令になります。それからですね、試しに、uint 型も使ってみたいと思います。はい、でここでですね、プリントしてみましょう。で実行してください。はい、そうするとですね、プリント A、B というふうにしましたので、100と200ですね、それぞれの変数の中に入っている値がこのように出力されます。続いてですね、よいしょ、まあ、小数型と今まで言ってきましたが、これは、正確にはですね、不動小数点数と型と呼ばれています。代表的な型にはフロートとダブルという、型で、フロート型が、単精度不動小数点数型ですね。それからダブル型が、倍精度不動小数点数型というふうに呼ばれます。でですね、まだ、実際ですね、知識が不足しているのですが、実はフロート型、ダブル型それぞれですね、演習率を表す π、ね、3.14 小学生の頃習いますが、それに関するですね、数が用意されています。試しに、プリントしてみましょう。フロート .pi と、まだちょっとこの表記自体はですね、皆さん理解はできないと思うのですが、まあ、クラスとかですね、今後やる構造体とかを習わないとこの表記自体は理解ができないんですが、まあ、今ですね、ちょっと、精度を試す、精度を見てみることを優先してですね、この表記を使ってちょっと見てみてください。はい、そうしますと、フロート型ですね、フロート .pi、これフロート型の値になりますが、これを見ると3.1415925までですね。それでダブル型を見てみますと 3.141592653589793 というふうに、かなりですね、細かいところまで値が出ていることがわかります。このようにですね、フロート型とダブル型で扱える精度が異なってきます。はい、で、試しにですね、変数と定数を作ってみたいと思います。まずですね、 C はフロート型にしたいと思います。
D をダブル型ですねにして、はい、このようにしますね。このように、変数名コロンフロートイコール値から、定数名コロンダブルイコール値というふうにして、フロート型変数の C、 それからダブル型変数の D というのを作ることができます。ですね、型推論型推論使ってよいしょ、はい、このようにですね、E というものを今定義しましたが、これの型名を見てみます。はい、プリントタイプオブ E というのを打っていただいて、このまま実行するとこの E というのはダブル型になります。はい、ここまでですね、不動小数点数型、フロート型、ダブル型の、復習になります。はい、続いてですね、非常に大きな数、小さな数を扱う場合について、解説をしていきます。はい、先ほどやりました、バー、E を使うパターンですね。これであれば10の5乗を表します。で、バー F イコール 1E の5というふうに打ちますと、はい、ここに値が出てますが、このように念のため、タイプも確認しておきましょう。はい、このように打ちまして、これがどうなるかというと、はい、ダブル型になっていますね。なので、このですね、 E を使った表記を使うと、これ小数として扱われることになります。はい、小さい数についてもやってみましょう。 1E のマイナス3、今度ちょっと小さい E を使ってみます。プリント、G と、プリントタイプオブ G というふうにしますと、よいしょ、はい、 0.001 ですね。先ほど、白板に書きました通り、このように、1E のマイナス3というふうにしますと、値としては 0.001、 10のマイナス3乗を表す値になっていることがわかります。どういうふうにですね、まあ、今ここ型推論使っているので、ダブル型になるということになります。はい、ここまでがですね、先ほど解説した、内容の、振り返りになります。いつも通りですね、問題を出していきたいと思います。はい、今回ですね、4問軽い問題を用意しました。問題としましては、1番ですね、int 型変数 int num を宣言してください。それから、int num に値として、10万かな、1、10、100、1000万、10万ですね、10万を代入してください。それから、フロート型変数 fnum を宣言してください。fnum に、1.23E のマイナス5を代入してくださいという問題です。はい、ここまでですね、少し考えたい方は動画を止めていただければと思います。はい、解けましたら一緒に、またですね、動画を再開して、答えを確認してください。はい、それでは、回答に行きたいと思います。まずですね、int 型変数 int num を宣言してくださいということなので、var の int num イコール、あ、で、int 型なので int ですね。で、続いて int num に値として、10万を代入してくださいということなので、 int num イコール、はい、これで正解です。それから、フロート型変数 fnum を宣言してください。var fnum の、フロート型ですね。はい、で、 fnum に1.23E のマイナス5というふうに値を代入できます。はい、一応確認しますと、はい、このような表記になっています。ちゃんと10万ですね。それから 1.23E のマイナス5ですね。これプリントしてみますと、
ですね、このように表示されます。はい、まあ変わり映えしないんですが、これでいうと 1.23×10 のマイナス5乗を表しています。はい、今回の、X コードを使ったですね実践は以上となります。よろしければ、チャンネル登録、いいねなど、高評価お願いいたします。